皆さんこんにちは、ミクです。今日は私の目元のケアについてお話しさせていただきたいと思います。これは9年前の私です。昔から人を笑わせるのが好きで、お調子者で大きくなって、大人になってからも人を笑わせることも笑うことも大好きでした。いつの頃からか写真に写る自分の笑顔に自信が持てなくなってきて、いつからか写真が嫌いになって、コンプレックスが増えるたびに真顔で写真に写る私が増えていきました。子供を産んで、あっという間に過ぎる毎日がようやく落ち着いた今、ようやく気づいたのが本当の今の自分。いつからこんなシワになっちゃったんだろう。最初の頃は光で飛ばさないと投稿できなかったインスタ写真、5年前に遊びでアプリで撮ったおばあちゃん写真が遊びじゃなくなってきた件、このままシワシワになっていくのかと諦めかけたけど、今日が一番若いんだ、今日から始めようと本格的にシワケアを始めた去年の12月。そんな私が使い始めたのがエリクシールのレチノパワーリンクルクリームです。資生堂が開発、すでに大人気だったエリクシールのリンクルクリームがリニューアルパワーアップして去年の9月に発売になったものです。このクリーム、レチノール類で日本で唯一、シワを改善する効能効果が認められている有効成分、純粋レチノールが配合されています。夜のスキンケアでは同じエリクシールの化粧水と、これまた名品なトータル V ファーミングクリームとライン使いしています。このファーミングクリーム、めちゃくちゃ保湿力があって、肌にたっぷり栄養をあげてる感覚がすごく好きです。そして最後に、レチノパワーリンクルクリーム。指でくるくるするたびにシワに入り込んでくれるような感覚で、肌がしっとりするところが好きです。目だけじゃなく、気になる眉間、おでこ、首とあらゆるシワに塗り込んでいます。あのツヤ玉で有名な、リクシルから新たに出たリンクルクリームということで、もうこれ絶対試したかったんですよね。もう2ヶ月ぐらい使ってるのかな。めちゃくちゃいいです。何がそんなに気に入ったかっていうと、このテクスチャー見て、めちゃくちゃ伸びのいいクリームなんですね。で、ちょっとじゃあこのシワシワの手につけてみようか。とにかく驚いたのがこのクリームの柔らかさ。シワというシワに、溝という溝にすんなり入ってくれる。シワ専用のクリームっていうのは使ったことがないんだけど、アイクリームをまあいろんなところに使っていて、アイクリームって大体テクスチャー硬いものが多いじゃないですか。本当にこれは乳液かなって思うぐらいすごくテクスチャーが柔らかい。テクスチャーが柔らかいと何がいいのかっていうと、小じわにじゅわっと入り込んでくれるとこなんですね。今私48なんだけど、私の年齢って真顔の時に見える深いシワっていうよりも、笑った時とかに現れる表情じわ、こういうシワが多いわけですよ。こう真顔の時とかはシワがないのに、あはははって笑った時にもうすごいシワが現れるじゃないですか。そういうふうに思うのがすごい嫌だなっていうふうに思ってたんですよね。レチノール類で日本で唯一シワを改善する効果が認められているという純粋レチノール、この純粋レチノールっていうのは肌の角層を柔らかくしてくれる効果があります。ここで資生堂のシワ研究の新たな発見をご紹介。シワのある肌は表面が硬く、内部は柔らかいから、表情などの圧力で負担がかかってシワが加速しやすいという事実。なるほど、だから肌を柔らかくすることって大事なんだって気がつきました。結論から言うと、このクリームどうだったかっていうと、このクリーム本当に私は大好きでした。シワ改善の兆しっていうのは、そのシワの部分がふっくらすることっていうのが改善の兆しになるそうです。肌が柔らかくなってからシワが改善するっていうようなプロセスなので、最初に肌が柔らかくなるっていうのはすごくいいサインだそうなんですね。リンクルクリームって初めて使ったんだけど、アイクリームとはちょっとやっぱ違うんだなっていうふうに思って、今まで私はね、固めのアイクリームをこうアクティベートさせてシワというシワに塗り込んでたんだけども、このリンクルクリームは本当に乳液のようにスッと顔のどこにでも馴染むので、すごく使いやすいし、私ね、めちゃくちゃ気になってるポイントが、おでこと、あとこの眉間にあるシワと、最近現れたここのなんか
なんていうのこれ、くぼみとあと首なんですよね。乳液みたいに伸びるのであらゆるシワに使っています。もう一つユニークなポイントっていうのがこのパッケージ。レチノールって光や熱や酸素に弱い成分で、保管の仕方っていうのがすごく大事になってくるんだけども、このパッケージは特別なデザインになっていて、こうクリームを出して離した時に酸素が入らない作りになってるんですね。なので酸素が混入することなく、そしてこのパッケージが光を通すことなく、中の成分が劣化することがないという特別なデザインになってます。だからね、安心して使えるのがすごくいい。首のケアなんだけど、最近すごい頑張ってて顔と同じケアをするようにしてるんだけども、そうまだね、そこまでのシワがあるわけじゃないんだけど、一回できてしまったり深くなってしまったシワって、あのケアをしたところで元に戻るわけじゃないから、やっぱりそのレベルになる前にストップしなきゃいけないっていうふうに思うんですよね。気になるなって思い始めた今の時点から、あのしっかり首のケアをしていきたいなっていうふうに思います。2本目に突入したあたりからもっと笑顔に自信が持てるようになってきました。携帯のインカメで撮った動画を上げられちゃうなんて久しぶりです。思いっきり笑えるってやっぱり素敵。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日は、私の目元のケアについてお話しさせていただきました。私の場合一番気になってるのは笑った時のこのシワ。このシワが笑ってもこう顕著にならないように、まあ、目元だけじゃなくてね、全部なんだけど、あのシワというシワのケアを頑張っていきたいなというふうに思います。今エリクシールは2本買ったら3本目が無料でついてくるというキャンペーンを行っています。詳細は概要欄にあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、という感じで、本日の動画は以上となります。目元のケアとかシワにこれが効いたよっていうことがあったら、またご紹介させていただきたいと思うので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。Beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you.